それで今日はどのような？弟子を取っていただきたいのです。は？長年将棋界に援助をくださっている実業家の孫娘です。お好きでしょ、小学生。何を言ってるんです。冗談です。先方の希望です。え？そんな涼やかな顔で心臓に悪い冗談を言わないでほしい。私の顔を立てると思って。とにかく一度。息子がアマチュアで将棋を指しておりましてな。もしかしたらどこかで名前をお見かけになったのでは。ふざけるんじゃないわよ。この私に4枚落として勝てると思ってるの？つべこべ言わずにかかってこい。根性は買うが、実力はまだまだだな。うるさい！あんたなんて大嫌い！これ、あい！それで今日はどのような？弟子を取っていただきたいのです。は？長年将棋界に援助をくださっている実業家の孫娘です。お好きでしょ、小学生。何を言ってるんです。冗談です。先方の希望です。え？そんな涼やかな顔で心臓に悪い冗談を言わないでほしい。私の顔を立てると思って。とにかく一度。息子がアマチュアでしょ。根性は買うが、実力はまだまだだな。うるさい！あんたなんて大嫌い！これ、あい！将棋を指しておりましてな。もしかしたらどこかで名前をお見かけになったのでは。ふざけるんじゃないわよ。この私に4枚落として勝てると思ってるの？つべこべ言わずにかかってこい。